3年ぶりに開催されている仙台青葉祭りは、昨日夕方、山鉾が巡行しました。今日は本祭りを迎えています。新型コロナの影響で去年と一昨年は中止となった仙台青葉祭りは、昨日2日間の日程で開幕しました。夕方には定禅寺通りを山鉾が巡行しました。コロナ対策のため例年の3基から縮小し、政宗公山鉾の1基のみとなりましたが、3年ぶりの祭りを待ち望んだ多くの人が見守りました。今日午後には祭り最大の見どころである時代絵巻巡行が行われます。会場周辺の定禅寺通りはこの後正午から車両通行止めとなります。